乗車ありがとうございます。リゼロから始めるタクシードライバー生活。昨日ですね、僕に4歳になる娘がいるんですけどもね、突然ね、わー、パパのお腹風船みたいって言われたんですよ。それで昨日ダイエットを決意しました。こんにちは、トンコンです。はい、というわけで、今日も、お話としていこうと思うんですけど、今日、どんなお話しようかな、というところなんですけども、最近ですね、本当に問い合わせ、タクシー業界に入りたい、タクシー運転手になりたい、けど、実際どんな感じなんだろう、っていうような、不安とかね、疑問っていうのを持ってはる方からの問い合わせが、非常に多くなってきておりまして、何名かの方とはね、もう一度お会いして、お話とかさせてもらってるんですけど、そういうお話をね、するにあたって、やっぱり一番、気になることってあると思うんですよ。で、僕も実際そこが一番気になってたんですけども、ゴーが鳴りました。もう近くですね。というわけで、ちょっと一遍、こちら、はい、芸者地がもうすぐそこなので、まずは、このお客様の方をちょっとね、対応していってますので、行っています。はい、グランフロントですね。はい。はい、後ろお示しますね。はい。グランフロントは北館の方でよろしいです。北館で。はい、かしこまりました。はい、すいません、ありがとうございます。はい、オープンですね。オープンですね。880円としております。後ろお願いしますね。すいません。よいしょ。よいしょ。はい、どうもありがとうございました。姉はイタチ堀の方ですかね。イタチ堀の方から、こちらグランフロント北館までね、来れましたね。いやー、1880円か。はい、ありがとうございます。お子様連れのね、方々でしたね。子供は可愛いですね。で、運よくこれでグランフロント北館のショート動画作れますね。よかった。で、動画を開始したとこでしたね。そう。タクシー業界にね、入りたいっていう方がね、一番気にするところっていうところで、ゴーが鳴りましたけども、お給料です。はい。やっぱりね、これね、僕もね、気には、やっぱりなりました。っていうか、絶対なるでしょう。お仕事なんでね。はい。で、僕今までね、動画の方で自分の売り上げとかは結構毎月のように報告したんですけど、給料ってね、言及したことあんまりなかったと思うんですよ。ただね、就職相談というか、タクシー業界のこと相談来られた方に関してはね、僕必ず、僕が給料どのくらいいただいてるっていうのをね、提示してたんですよ。というのがやっぱりそれが一番気になるでしょうし、僕がね、実際にタクシー業界に入るときに一番気になったのはそこやったんですよね。本当に稼げるのかなっていうのがね、非常に不安だったんで、はい。それは必ずお伝えするようにはしておるんですけども、いっそのこと動画の方にしちゃえということで、今日は、僕の手取りの給料を公開しちゃいます。まあ、単純に先月の分だけでもよかったんですけど、どうせ言うんであれば、僕が新人として入った、3ヶ月間と、そこから1年経った直近3ヶ月間をちょっと言ってしまおうかなと思ってます。早速ね、発表したいと思います。新人としてタクシー業界に入った未経験でね、始めたこのタクシー業界。1ヶ月目はまあ正直言うと半月ほどしか、乗務してない状況やったんで、それはちょっと省きます。はい。1ヶ月目はまあ、普通の、うちの会社は保証給もらえるのでね、その保証給だけやったんで、それはちょっと省きまして、2ヶ月目から僕の場合は歩合にしてくれているので、実際にどれぐらい稼げたかっていうのをね、発表したいと思います。令和4年の3月、4月、5月、この3ヶ月間の、僕の手取り給料、実際に振り込まれた給料は、こちら、ドン。はい。というわけで、3月が、2ヶ月目ですね。3月が268,802円。4月が356,620円。5月が346,550円ということでね。なかなか稼げたって僕は思いましたね。僕もね、年齢言ってしまっても40超えてるんでね、45歳ということで、まあ当時、入った時は44歳でしたけどね。44歳にして、未経験でね、新しい仕事、会社入って、
給料ってどのぐらいもらえるのって聞いて、正直ね、そんなもらえないと思うんですよ。よっぽどね、ヘッドハンティングとかで、幹部としてね、招待されるように、転職したっていう人だったら別だと思います。でも全く未経験で一からやろうっていう人が、もらえる給料じゃないなっていうのが僕の最初の感想ですね。これ本当にね、頑張れば頑張るだけ、本当に、稼げるなぁと思ったのがもうこの2ヶ月目、3ヶ月目ぐらいでもう思ってました。で、そこからね、まあ約1年経った、どれぐらい成長できたかっていうところなんですけども、令和4年の11月、12月、そして先月の令和5年1月の給料がこちら、ドン。はい、11月が40万トンで9043円。12月が40万4246円。はい。で、なんと、先月は、50万298円ということで、手取りで50万越すこともできました。これはね、なかなか、これはおおって思いましたよね。ただ、先月に関しては、有給2回使ってます。はい。売上のね、実績報告の時にも言いましたけども、体調不良で2回休んでるんで。まあ、逆に言うと、有給2回使って、いつもよりもね、2日間乗車が少なくて、乗車というか、2日間ね、乗務が少なくて、で、50万超えられたのでね、まあ、非常に良かったなと思っております。で、案内のために言っときますと、この金額っていうのは全然昼勤の中でも、トップじゃないですよ、僕。全然、うちの会社では。まだ上には上がいますので。まあ、それ考えたらね、まだ、言うたら、未経験の職業について、1年目で、まあ、ほぼ手取りですからね、これ、手取りで、自分の年齢以上の額稼げてるっていうのが非常に、いや、僕はね、夢があるというか、ロマンがあるなって正直思いましたね。はい。これが、まあ、現状僕のもらってる金額です。ね、詳しいところはね、転職相談とかね、来られた方には、すべて説明はしておりますので、実際この金額、言うとまた僕まで1年目だったので、住民税だけね、まだ引かれてないので、ここから住民税を、まあ、自分で払わないといけなかったんですけども、まあ、にしても、なかなかいい給料もらえたな、と思っております。で、お給料に関してはね、ちょっと僕も認識がね、実はこのタクシーという業界に、タクシー運転手という職業についてから、ちょっと変わったところがあるんですよ。まあ、今までは普通の会社員として働いてたんですけど、で今も言うたらね、会社員なんです。普通の。会社の従業員なんですけども、今までってどちらかというとね、給料ってもらうものやったんですよ。自分で働いて、まあもちろんね、インセンティブもありました。ディーラーでね、働いてた時は、インセンティブもありました。けども、基本的には基本給っていうのがあって、それにインセンティブがちょこちょこと乗ってくるというような感じですね。手当てとか、そういったものが乗ってくるっていうような感じだったんですけども、なので、給料ってもらうものやったんですよ。で、それがこの1年間、ちょっと給料ってもらうものっていう感覚全くなくなりました。給料は、作るものって思ってます。自分で作るもの。はい。それがタクシーやってて、僕はね、すっごいやりがいに感じてますね。仕事をするにあたって、全然休み取れないわとか、有給全然取らせてくれないわみたいな、不満っていうのが仕事やってるとね、出てきたりとかすると思うんですよね。全然休まれへん、ちょっと、っていうようなことを前の会社とかね、もう一つ前の会社でもやっぱり僕、周りでもやっぱ言うたりしてたんですけど、休めないことに関して不満を言ってる人っていうのが僕の会社、僕の周りにはいないんですよね。正直言うと。それってね、やっぱり僕すごい仕事するでいいことだと思ってて、休みとか出勤とか自分で決めちゃうんでね、正直言うと。僕らもね。なので、休みっていうのはやっぱり自分の体調を整えるために取らなきゃいけないと思います。本当に休まないとこの仕事っていうのは絶対ダメだと思います。安全運転でやらなきゃいけないんでね。でも仕事をするのも自分で決めるんですよ。なので、仕事をやらされてるっていうような感覚はもう一切ないっていうのが、この僕の、今の感覚です。なので、例えば、
一日の仕事がちょっと長引いちゃったな、ちょっと長く乗りすぎちゃったなって言うても、別にそれって不満じゃないんですよね。不満じゃなくて、ちょっとやり方間違えたなっていう反省なんですよね、どちらかというと僕の中では。で、逆に短い時間できっちりと自分がいつもこのぐらいまでやろうっていう目標いけば、やっぱり達成感なんですよね。やっぱりその辺がね、やっぱりこのタクシー運転手っていうのをね、やってて面白いなと思ったところでした。はい。まあこういう話をした後にね、必ず僕言うことがある、僕がねいつも言うことがあるんですけど、先ほど、僕も会社員ですよと、普通の会社員なんですけど、感覚としてはね、やっぱり個人事業主になってるっていう感覚がやっぱり強いですね。自分のトンクンタクシーっていう個人タクシーみたいな感覚です。お客様ともやり取りも全て一人で自分でやりますし、休憩とか休みとか出勤どうするとか出勤時間とか帰る時間とかっていうのも全部自分で決めるんで、で、それのフォローを会社の方々、内勤の方とかがしてくれてるというような感覚なんですよ。なんて言うんでしょう、その会社のね、内勤の方とかがそういうフォローを いろんな事務処理とかを全てやってくれてるんで、それも本当に感謝してるところではあるんですけども、そんな感じでね、お給料とかもね、自分の頑張り次第でやっぱりね、稼げたりしますしね。で、休みとかそういったこともある程度自分のやりたいように自由にさせてくれてますので、はい、非常に働きやすい会社だな、業界だなっていうふうに思います。もちろん会社によってね違うかと思うんですけど、こういったね同じような体制を敷いてるね、タクシー会社とかもねたくさんあると思いますので、はい、またそういったことで興味がある方、やっぱりちょっと一遍話聞いてみようかなって、この話を聞いて思われた方は、またメールの方ねしてください。もっと詳しい内容をね相談の中で、お話しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。トンコンでした。また次の動画で会いましょう。さよなら。